なんでウェディングプランナーになろうと思ったんですか幸せを感じて笑顔になる瞬間が見たいからやからねめっちゃいいこと言ってるでしょただその人を笑かして生まれる笑顔それもまあ好きなんですけど僕が好きな笑顔って幸せな状況でほんのり生まれる笑顔っていうのが好きなんですよ うん、かゆいかゆい <laughs> 一生書いとけお前ほんなら <laughs> かさぶたできるまで書いてくれな君がかさぶたできるまでこの話を続けます次は何で辞めたんかとうーんなんで辞めたかって言われるとねやっぱその社会の闇やねいやもう非常にやりがいのある仕事でしたよマジで非常にやりがいのある仕事やったけれどもやっぱ 会場によって変わるとは思うけれども一部の先輩の考え方を押し付けられてあこれ俺がやりたかったことなんかなでもその瞬間瞬間はすごいああやっててよかったこの仕事となるけれどもウェディングプランナーってどれだけ二人の理想を完成させれるかっていう二人の理想に近づけさせることができるか 今この会場で2人のやりたいことをどれだけできるのかっていうのを考えるのがやっぱウェディングプランナーの仕事やと思うんですけれどもそうやっぱね売り上げを上げろっていうのをすごい押し付けられましてですねあとはもう普通に生活面やね僕のね自宅から会社まで1時間1時間半かかるのよきだけで偏った考え方の先輩がもう,もう多分これ俺に対するいじめやなっていうぐらい ひどかったんでですよでも13時出勤あ明日俺13時出勤かと思って13時に出勤するやんほんならそのババババいけすかん何かくそばばあっくそばば言てもあのいけすかないその先輩の方が新人なのに時間通りに出勤してるのでああすいませんってなるやんかで、まあ、帰るとき行き帰り、まあ、1時間1時間半かかるんですよだからね ちょっとあの早いんですよ、その近くに住んでる先輩方よりも僕、帰るのが、大体がもうやっぱりその終電まで行きますから、ほぼほぼ終電まで行くのよ。すみません、ちょっとあの終電があるんで、あの帰らせていただきますって言われたら、その、いけすかんクソばば、あクソばばって言い,そうな言いそうになっちゃったけど、その先輩が、えさっき帰んのまだ働いてる先輩おるけど。<laughs> こういっ つーって思いながら、まあ、ぐっとこらえて「いや本当すいませんと」と家が遠くて本当申し訳ないですで一応そこね宿泊施設もついてるんですけど宿泊していつ帰れんねんっていう話になってくんのよこのお前が休みの日まで俺はもうずっとここにおらなあかんのかと僕がいけすかないなって思ったのはそういう教育を徹底してる人なんであれば 何も多分言わなかったんですけど多分こいつ俺のことが気に食わんだけやなっていうのがひしひしと伝わってきて僕のことを面接して撮ってくれた人がすごいフォローを入れてくれててだからいつかその人に恩返ししたいなって思うんだけど今どこにおんねやろな <laughs> 今までのことを思い返すとバイトとかで絶対1回はブチギレてる <laughs> 絶対一回はブチギレてるね <laughs> その当時頭に血のぼったらもう先輩とかも関係なかったから僕の中でプチーンってきたらそうそう若かったしその当時工場勤務してた時も,もあんまりにも腹立ちすぎて一回なんか物思いっきりバーンって投げて <laughs> その日からめっちゃ優しくなったもんな すればいいってて話じゃゃなくて状況がちゃんとあるのよねやることをやって100%やることをやった上でやるのがいいのよただやることもやらずにそういうことをすると逆ギレになるからただのこれを聞いて「あじゃあ俺も明日暴れよ」って言うのはあかんからね言っとくけど「何切れてんの?」ってんね逆に言われて終わりやからね <laughs> あのディスカウントショップジャパンっていうところでね僕はあのバイトをしてたんですよ東大阪の社員の人がまずそのエンドを組んでてでエンドって何やって言うたらそう棚の終わりと棚の始まりのところそこをエンドって言って人気商品とかをね売り出したい商品とかを並べる場所があるのよそこを組んでる社員さんが1人いますとで、まあ、それってね閉店間際ぐらいに、まあ、やり始めて。 で僕、その時バイトリーダーをやってたんですよ、閉店作業を進めときますわーって、ゴミも1回全部まとめて、で捨てましてで、もうあとシャッター閉めるだけで終わりやーっていう状況で、まあ、店内パーって見て回って、前出ししていってね、前出しめっちゃ気持ちええねあのお菓子の袋のやつ、パンパンにこう前に出していくのめっちゃ気持ちええねんから、あれもバーってやって、足りない分、後ろに補充していって、賞味期限順に並べていって。 でよっしゃ終わったと思ってで裏に行ったのよで裏にそのゴミを捨てるスペースがあるからパーって裏行ったらゴミ箱の前にゴミが大量に入った段ボールが置かれてたのよ。バーって帰ってよっしゃ終わりやーと思ってあと社員さん戻ってくんの待とうってなってパッて見た瞬間に。 それ見つけてそれ見つけた瞬間ぶわって走っていってその段ボール思いっきりシュート決めたね駐車場にほ <laughs> んならその中に前のエンドのなんていうの商品が入っててそれがあの車の方向材のサンプルが大量に入ってたのよ でそれが駐車場にバーンって <laughs> 散らばって <laughs>、うん、でももうその時も頭に血に上ってるからバーンってやった後にタバコ吸いに行ってでタバコ吸わってこう戻った時に社員さんが「えっ?」みたいな「これ何があったの?」いやゴミ箱の前に置いてるからじゃないですかでそのまま入れればよかったでしょ シンプルに仕事を増やされたからね。しかも無駄な仕事を。ごめん。片付けるの手伝って。<laughs> 分かりました。って片付けの手伝ってた。今では考えられへんもんね。若いってすごいなって思うよの。もう本当に今じゃ絶対に考えられないんだもん。でも多分ね、真面目に取り組んでる時は。 すごいそういう感情が芽生えるんやろうね。<laughs> 一回待ちきれして配信してほしい。無理です <music>